疲れた疲れました。もう疲れた。今さっきまで縄跳びしてました。髪の毛結んでたからボサボサだけど許して。まず今日縄跳び届かなかったんですよ。で100均で買って縄跳び飛びました。で昨日聞かされて、昨日の夕方ぐらいから練習はしてたんですけど、もうすでに昨日の筋肉痛が来てて、で今さらに1時間ぐらい飛んでたんですけど、ふくらはぎとも腹筋が痛くて痛いです。縄跳び疲れました。めちゃくちゃしんどいよ縄跳び。縄跳びなんてもう飛ぶ機会ないじゃね。疲れました。めちゃくちゃ、あ今消えたけど、もうここがずっと腫れててミミズバレみたいな。足もあとめっちゃ赤い線だらけ。ピエンです。縄跳び届かなかった。だから今日はもうとりあえず体に来てるのであのなんだっけ、 YouTube 見て勉強したいと思います。疲れました。すっぴん何もしてない、本当に何もしてない。リップも何もしてない。髪の毛もボサボサ。疲れました。あ、違います、あの TBS から贈り物で届きます。ナオトビが送られてくるらしい。リップは塗りなさいって書かれた。唇だけ赤くなっちゃうよ。なんか縄跳びは、あや跳びは お腹の近くでクロスするらしい。おへその下で、体に近く。眠そうでか、え本当に眠たい、めちゃくちゃ眠たい。あや跳び好きなのすごいね。なんかまずさ、あの人より運動できないからさ、マイナスからのスタートですね。めちゃくちゃ眠たい。超眠たい。ピン、今日は何もなかったのですっぴんです。今日早く寝る。髪の毛ボサボサ。今さっきどんちゃんがツイッターにいいねしてくれた。何やってんだろう今まひこさん、何してるかな。オンライン縄跳び会やろうかな、3人で。お風呂上がりじゃない、全然電話できない。ゲームしてたよだって。えどこ情報。オンライン縄跳び会しようかな。
縄跳び外でやりますよ。リコーダーいいね。私リコーダーめちゃくちゃ得意。縄跳びめちゃくちゃ体力使う。腹筋が筋肉痛、痛い、もう腹筋が。ツイートだけ見ると心配になるって。そんなにあれですよ、元気だけど。マジで体ボロボロになりそう。足も痛いです。ふくらはぎも痛いし、腹筋も痛い。すでに感じです。今日は何時間ってのは、今日は1時間ぐらい。でも縄跳びが本物の縄跳びが来ないから、なんか100均の縄跳びめちゃくちゃ細くて軽くて跳びにくかった。だから本物が来るまで待ちです。明日には届くってマネージャーさんが言ってたけど、届くのかな。ねえ、マキコさん届いてた？私のとこにはまだ届いてない。心もボロボロですよ。みんながバカにしてくるから。だから練習して飛んでやります。負けず嫌いなので。あ、そうなの。明日届くらしい。絶対飛んでやる。でも時間が全然ないんですよね、それが。だからそれだけ、ほんと。いつまでかは言えないですけど、いやいやいや、やめてほしい、やめて。だからあんまりちょっと、もうこれ以降は縄跳びのことは発信しないですけど。ムカつく。みんなが飛べない飛べないって言うから。ダメですよ、そうやって。縄跳び配信しないです。縄跳び配信はしないです。今日はカラオケしないです。いや、ほんと思わなかった。二十歳になって縄跳びすると思わなかったですよ。縄跳びね。まあでもいい運動になりそうです。今日はもう疲れてるので 今日は疲れてるので、あと2分したらやめます。10時10分まで。いや、ほんといい運動だよ。なかなかね、踊る機会も最近なかったので、体力つきそう。ヘトヘトです。でもなんか、なんていうの、練習の、なんていうの、途中経過を SNS で配信してくださいって言われてるので、飛んでるとこは配信できないけど、こういう配信はしようかなって思ったんですけど、思いのほか。
止まったよね、止まったよね。ちょっと飛んでるとこはとんなんていうの、撮影できる場所がないと撮影できないんですけど。ショールームも使えてるみたいな。今日は寝れそう、よく眠れそうです。またいつか放送されると思うので、ゼロポジがぜひ見てください。愚痴の配信だって。愚痴じゃないよ、愚痴を聞いてもらいたくて配信したわけじゃないけど、まあそんな感じに なりましたよね。はい、ぜひ見てください。他にもみんな、なんだっけ、トイレットペーパーのリフティングとかリコーダーとか、まばたき我慢とか、大統領の名前を覚えるとか、結構いろいろあるので、みんなのことを応援してあげてください。多分この期間にみんないろいろ頑張って練習して動画とか上げてると思うので、いやほんと全部大変だと思う、全部難しいよどれも。なのでみんな応援してあげてください。あ、ルーちゃんリコーダー練習してた、かわいい、かわいいね。はい、ということでもう10分経ったかな。愚痴配信でした。ありがとう、聞いてくれて最後まで。またね。